車体裾に木1号を配した青対象色の EF58 系電気機関車木1号の帯を巻いた赤6000系貨車木1号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。観用色名称は黄色である。マンセル値は 2.5Y8、13.3。1954年の A10 系の帯色として採用されたのが最初である。その後、 1956年に EF58 型が単力5号地の青対象色に塗られた際には裾部分の色としても使用された。1959年には修学旅行用電車を製造することになり、一般工房で黄色と赤のデザインが多かったことから、本、色が字色に採用されることになり、朱色3号の裾色と組み合わせて使用された。 1962年の外部図書区の一部統合標準化で、修学旅行用電車の字色については記号号に変更されているが、その後も、本色は、1968年10月1日ダイヤ改正により、運用制限された最高速度時速 65km 以下の、貨車に対する、識別体として、現在に至るまで使用されている。また、民営化後の南部線と、中央、 総武観光船への205系投入に際し、ステンレス無塗装との対比から、これらの船区におけると奏者の車体色であった木5号に代わって帯色に採用された。ありがとうございます。